本日の登壇者の皆様になります東江雅宏さん、桐谷健太さん、土屋アン奈さん、安藤雅信さん、竹中直人さん、そして石井隆監督です以上の皆様で五人サーガー完成報告会見を行ってまいりますどうぞよろしくお願いいたしますさあ本日たくさんの取材人の方々にもお越しいただきました それでは早速皆様からまずは一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますまずは前作で鶴見慎吾さんが演じられた大越組若頭久松茂の息子久松隼人を演じました東出昌大さんです、えー、久松隼人役東出昌大です本日はお越しいただきましてありがとうございますどうもありがとうございましたまた後ほどお伺いしていきたいと思います 続きまして前作で長嶋俊幸さんが演じられた大越組組長を大越康政の息子になります大越大輔役になります桐谷健太さんですえ本日はお越しいただきありがとうございますあのー、僕前作の5人の大ファンなので、えー、今日その続編に出、えー、れてこうやって皆さんの前に立ててすごく、えー、興奮しています今日はよろしくお願いします どうもありがとうございました。続きまして、ご正解に囲われる元アイドルで歌手菊池あさみ役になります土屋アナさんです。どうも、えー、菊池あさみ役の土屋アナです。今言われた通りあの元アイドルということで皆さんえー、っと思ってるかもしれませんが、まあ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 見てください。<laughs> よろしくお願いします今日は。<laughs> どうもありがとうございました。 続きまして前作で室田秀夫さんが演じられた敷根の孫にあたる御正界の3代目になります敷根政治役になります安藤正信さんです敷、えー、根政治役をやりました安藤正信ですえっともう本当尊敬する石井さんの作品にマジ,マジじゃねえやって <laughs> 本当にすごい嬉しくてあとはもう本当大好きな竹中さんとまた再会できたのがすごい嬉しいですありがとうございました どうもありがとうございました続きましてご正解に雇われ5人を追い詰めるヒットマン明神役になります竹中直人さんですどうも皆さん今日はようこそお越しくださいました、えー、大好きな石井監督の作品にまた出演できることがとても嬉しくてこんな時間を皆さんと並んで儲けてるなんてすごいなと思ってびっくりしてます今日はよろしくお願いしますどいますどうもありがとうございます そして本作の脚本監督を務められました石井隆監督です。えっと石井隆です。今日は猛暑の中お運びいただきありがとうございました。えー、お手柔らかによろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。まあ今回五人の一人になります。森沢健一役の江本達夫さんからコメントが届いておりますので、これを皆さんで見てみたいと思います。よろしいでしょうか。 さあそれでは早速皆様もどうぞスクリーンににご注目くださいこんにちは江本タスクです今日は本当にその場に行きたかったのですが仕事で関西の方に来ていてですね、えっと、ちょっとそちらに伺えないのが本当に5人というタイトルの5人の中の1人なのに、えー、行けなかった本当に申し訳ありません。ちょっと 偉そうにコメントでこの僕は森澤この作品の中に出てくる森澤圭一という役をやらせていただいていてですね石井監督の作品に出させていただくのは2度目になるんですが今回この5人の中でも根津さんと共演させていただいている時間がきっと5人の中で一番長いというふうに僕は思って たんですが、本当にそういう現場が味わえたことがすごく幸せで。いざ本番が始まったら根津さんがこう地べたでこう這いつくばっているシーンだったんですが。監督が根津さんに向かって。根津さんお芝居してって言ったんですね。目を取ってるよ。目を取ってるよ。お芝居してって言ったんですね。なんか僕は今回この現場の中です。ごくそのエピソードが印象的で。 なんか僕はその場で思わずちょっと涙しそうだったんですがなんか本当にこの石井監督が根津さんという方を本当この作品で引っ張り出してきてで根津さんもまた石井さんだから5人だからということで出られていてなんて言うんですかね関係執念の関係性というかなんかそういった現場に僕は立ち会えただけでも。 本当に宝物だなというふうに思っていてあのそんな現場に立ち会わせていただけて石井監督本当にありがとうございましたなんか本当にものすごい本当に切れたら止まらないじゃないですけどもう本当に止まらない異様な石井隆的なテンションの高い映画になっているので一回と言わず何回でも 見に来ていただければと思います。えっと今日は本当にこんなコメントで失礼しました。皆さん頑張ってください。<laughs> ありがとうございました。